べても、うん、卵がね、孵化しないんです。諦められんと。アメリカには、卵子提供という道が残ってたんですね。はい、ということで、あのね、同い年なんですよ。同い年なんですよ。29歳ですよ。妊婦ですね。もう、来月生まれるんですよ。生まれます。すごいよね。まあ、このあたり、この49歳での妊娠の話、ね、コリンゴさんにちょっと聞いていきたいなと思います。はい、ということで、コリンゴさん。はい、はい。今49でしょ。49です。同い年だよね。同い年です。もう生まれたらすぐ50になります。1973年の12月。私74年の1月まで。いや、1ヶ月お姉ちゃんや。1ヶ月お姉ちゃん。1ヶ月で若いですね。そう、1ヶ月若いですね。素晴らしいですよ。そう。え、でもさ、はい、第一子でしょ。第一子です。もう12子ですけども、計算機です。まあ、計算多産婦ですね。多産計算婦って言わないですよ。あ、計算婦って言わない。計算婦5人目やん。6人目なの、多産婦。あー、勉強になる。多産婦。多産婦。49歳の初産も、はい、異常ですわ。いや、よく言われる。49歳、12人いるのもおかしいですね。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そう、ありがとうございます。そうなんです。いや、聞いていいですか？どうぞ。まあ、普通に考えてね、はい、この年齢で妊娠って、はい、まあ、はい、ありえないです。奇跡です。あ、もう奇跡も超えたみたいな。そうですよ、ね。はい。0.000何%のそういう世界の話だった。世界。え、どういう経緯で妊娠するの？もうこれは長い。もう、これ、収まらないね。収まらないんですけど、まあ、短く言ってしまうと、うん、自己欄でやっていた体外受精、うん、もう時間も無理に決まってるやん。そんなもんね、無理なんだけど、もうミラクルをね、いつからなのか。45から48になるまで自己欄。3年あった。3年よく卵も取れたもんだと。取れた？卵取れたんですね、この年齢で。何個取れた？あ、3個とか。あ、でもまあ最難の大産ですね。最難17番。ちょっとね、最難ってね、半端なくしんどいよ。お腹は痛いし、自分で注射しながらしんどくなかった。あ、ちょっとどうでした？意外とどうでした？あの、こういう人もいる。みんなしんどい言うて泣きながらやってるよ、それが。全然そうじゃないですよ。これで卵が育つんだったら、もっと打てる。でも、うん、あまりに年すぎて、うん、注射も効かないと言うんだよ。あ、はいはいはい。注射打ってくださいぐらいな勢いなんで、うんうん、注射の痛みもすごく。うん、喜びでね。それで卵はね、それは分かる。そういう喜びはめっちゃ分かんないね。一般の不妊治療されてる方はね、やっぱり採卵がきついってね、はい。全然きつくなかったです。もうお願いしますぐらいな。もうこの年で採卵できるって意味だった。そう。卵が取れた時点で。卵が取れた時点で。あ、嬉しい。嬉しい。私ね、不妊治療やってる時に、はい、治療の4時にやっとったよ。はい。あかんかった、妊娠できんかった、判定、はい、マイナス、はいはい、で、リセットかかりました、生理来ました、はい、それさえもう、あ、この年でちゃんと毎月決まった日に、あ、生理が来るんや、すごいな、そこがありがたいな。あ、ありがたい。妊娠ゴールじゃなくて、なんか、そこが、生理来るっていうことが、44でちゃんと生理が来る。そうですよ。はそれは私、本当、48まで生理が来て、卵がそうなったから。そうなんですよ、うん、で、48まで頑張って、うん、卵は取れても、うん、卵がね、孵化しないんですよ。ないよな。あの、生理育たないんです。受精はします。受精します。培養していきます。3日まで頑張れるけど、肺胞胞にならない。そう、ならない。そうね、3日目まではね、受精卵がこう分割しているんです。で、最後、もう、着床寸前の廃盤法っていう状態から持ってきたらいいけど、それが5日目ぐらいなんだけど、そこまでいかない。だからなんで3日でもう、ぶち込む。はい、もう、まあ、初期、ね、初期廃盤移植入れる。やって、それを。そう、20もね、やっぱりね。質問ね、リセット。リセットの話で。もうこれでもう、時間もね、お金もやばいよね。あ、やばいっすね、これ。いや、やばいっすね。やばいぐらい使っちゃう。情報式もない。急な車。車どこの話じゃないですか。もうすごいんです。ということでね、結局、お金も時間も費やしたんですけど、うん、ここまでやったから、じゃあもうダメだった。うん、じゃあもううちのね、ハズマンのと、うん、
仲良く二人で暮らそうと思ってたところに、うん、諦められんと、うん、そしてこうアメリカには卵子提供という道が残ってたんですね。来ました。はい、マシュマロで肌と心に優しさを。ピチピチの卵子、ね、ピチピチの卵子をご購入みたいな。また かかりました。ご購入なんだ。ご購入でございます。はい、すっごい値段だよ。あ、めちゃくちゃ高いですよ。もうおーみたいな。それでね、自分もね、遺伝子を残したかったんで、そこにこだわってずっとやってきたんですけど、もうね、遺伝子の問題じゃなくなってきて、妊娠したい、うん、になってきて、気持ちが変わって、うん、あ、子供産んで育てたいっていう風に切り替えられたんで、卵子提供に切り替えられた。でもね、この子宮の中で育てるからね、この子がね。めちゃくちゃ幸せですよ。本当にね、良かった。人様の卵を使ってまでってよく言われて、うちの親にもそこまでしなくてもいいじゃないの、そうか、自分がそこまでしなくてもいいかなと思ったんですけど、このね、死ぬ前に一回こう妊娠を経験して赤子を育ててみたいと思って、うん、そこでね、それ卵子提供ってね、あっちでは、はい、どういう方の、人種はどんな方で、もちろん選べます。日本人で年齢も選べて、職業も顔も選べちゃいます。すごいね。もうちょっとカタログがあってね、そっからファイルがあって、で私は169で B 型なんで、うん、もう身長と血液型だけをフォーカスして、うん、あとは骨格が自分に似てる人を選んで、それで来ました。まあでもまだね、日本ではなかなかね。そうですよ。でもね、たまにね、私も言われるんですよ。まあ日本では無理なんだけど、はい、たまにこう来られるママさんたちもね、はい、40代後半とか、はい、でも50代とかね、はい、で来られて、久子さんの卵子をくださいって言われたことが何回かあります。そう、でまあ、体力はある、でまあまあかける、はい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 、でまあまあ仕事もしてて、なんかこう私の遺伝子が欲しい、そう、久子さんの卵子をください、そら真剣に頼みに来られたとか、アメリカンチックな考えですね。いるよ、そういう人、ね、うん、それぐらいやっぱりね、堀本さんと一緒で、はい、人生で一回だけ育ててみたいな、もうそれにはもう自分の卵子とか言うてる場合じゃない、養子縁組とかもいろいろね、考えたりとか、考えましたよ、考えました。でも産んでみたい、産んでみたい、そう、ね、でもやっぱりそうするとそんな人様の卵で、うん、だったらね、恵まれない子供たち、うん、親が必要な子供たちがいるから、うん、アダプトして、うん、養子縁組にしたらと説得されるんですけど、うん、この体験しないで死ねないですよ。ね、よかったね。一つの生き方やもんね。全然ありやと思う。全然。いや、よかったですよ、久子さん受け入れてもらえて。無理な人に全然。あ、無理な人に無理ってなるかもしれない。ちょっとごめんなさいって言われるから。そんなんね、まあ、自分だけの人生やるからね。どんな方法を取ろうと、自分が幸せだったらそれでいい。あ、そうそうそうなんです。だからもうなんかいろいろ言われるんですけど。このまんま、うん、で自分幸せですからね、私は、うん、49でですね、こんな幸せ待ってるのかと、初ですね。そうですよ。いや、勇気づけられると思うよ、見てる人たちも。あ、そうですかね。なので、なんで誤解されないようにしてもらって、あ、コリンゴさんも49で産めたから、うん、私も49で妊娠するって思い込んではダメですよね、うん、あ、そうそう、それはね、うん、あ、もちろんね、卵子は若いし、卵子は若いし、ね、だけど、母体はやっぱりね、母体は49歳から、ね、妊娠高血圧症候群だったり、糖尿病もなりやすかったり、早産にもなりやすいですし、まあ、いろんなリスクを抱えて の今こう順調なのは無視だよね、これ。本当よ、やったね、49って感じですね。でもまあまあ、今34歳でしょ。34歳です。でも元気やけど、元気。これ産むまでにまたいろいろ起きてくることになるわけやから。ああ、ありますあります。もうほんま無理せんように、しんどいとも休んでください。ああ、いや、休みます。これ、即さん終わったら休みます。ここまで頑張る。これ最後に、もう。これ最後に。これを最後に。ほんまに、いけるわと思って油断したら、はい、分娩始まりました。いきなり高血圧、腎症バーン発症。そう。あるんですよ。やっぱりだから、はい、うん、もう
しんどいなって思ったら、もうそのお腹の赤ちゃんの声にちゃんと従って、ああそうそうそう、結構言ってくます、うん、そうちゃんと使ってちゃんと言ったりや、言ってる言ってる、子供はどうもな無理しそうやから、ね、言ったりやちゃんとあかんだよ、いやいや、そうなんですよ、そうなんですね、そうなんです、はい、でもすっごい楽しみですね、あのめちゃくちゃ楽しみですよ、はい、お子さんも楽しんでね、あーだもうなんか全然不安とかないんですよ、まあそうでしょうね、あそうなんです、そうでしょうね、全然不安ないんです、旦那さんの反応どんな感じですか、あもう喜んでますけど、男の人っていまいちね、なんか実感しない、うん、この喜びはまだ共感できてないみたいな感じでね、うん、いまいち、いや、喜んでますけどね、うん、でもちょっとこう温度が違う、ね、温度が違うなと、この嬉しさ分かってないなみたいな、これさ、はい、リムさんさ、産む時、今も嬉しいんだけど、嬉しい、産む時も嬉しいんだけど、はい、ここから去っていく喪失感で多分なくて、あ実はね、本当に寂しいんですなんかこの期間が終わってしまったのでめちゃくちゃ寂しいんです、私12日目の時に出産の2日前から、うん、布団かぶってずっとしくしく泣いたの、あ妊娠期間も終わっちゃうから、そう、もう寂しくて出したくなって、嫌だ、うわぁ、ずっと布団かぶって、ね、あ分かります分かります、すごい、で、すごいもう助産師さんとか、え、大丈夫ですか、気にしといてくださいうわぁ、ずっと分かります、なんか、え、これがいなくなっちゃうのかと思った、もう待ち遠しいんですけどね、そうそうそう、この2つの気持ちがぐちゃぐちゃになって、ぐちゃぐちゃぐちゃになってきちゃうんだと、あぁ、さぁ、がん医師、多分それになると思うんですよ、これね、なんかこれ年齢なんかな、なんやろね、ここ人生経験積んできて、母になるのって、はい、まあ、いろんなリスクがあったり、いろいろあるけど、でも、やっぱこのゆとりっていうのは精神的な、そこでこう母親になるのめっちゃいいと思うんですよ、精神的に一番ここがベスト、うん、もう30代で子供を産めなかったね、やりたいことだ、思い出したらね、あの30代で私はもう、あ、無理です、無理です、うん、今や、だってこのニューヨークですよ、ニューヨークで30代で子供が産んでみたんですよ、無理だ、無理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 、楽しいことがありすぎてしまって、あそうか、いろいろやり尽くしてるの今、やる、もうやり尽くしました、これはいいですよね、もうこれのためにもう死ね、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 多分そうだと思います。めっちゃ健康状態いいですね。本当。何で言ってるんですか。更年期ですよ。全然更年期来てないですね。更年期と妊娠と産後となんかぐちゃぐちゃで何や分からへんみたいな。わかる。楽しみです。本当に。めっちゃ楽しみです。はい、ということで、ね、まあ、49歳、どういう状況、まあ、不妊治療、不妊治療なのかなっていうのは私も想像がしてたんやけど、はい、そうか、卵子提供かって、そういう手やったんだね。はい、でもまあね、本当にいろんな生き方があると思うし、こうやって私のところに卵子くださいって言うてきた人もいるし、で私今関わってる中でも、精子提供を、はいはい、それでママになろうとしてる、選択的シングルマザー、はいはい、そうそう、いらっしゃったりします。いろんな生き方があって、まあ、いろいろ言われたりするけど、まあ、ニューヨークはまだね、もっと自由な国だから日本とは違うかもしれないけど、うん、あもう本当にそう、 そうですね、旦那さんと奥さんではなくて全く別の方の受精卵でっていう方もいらっしゃるね、いろいろですよね、でもたった一回の人生やからね、もう悔いなくちょっとイレギュラーであったとしても、はい、もう自分の幸せなの、ね、前なんか言われるんですけどね、たくさん言われる、言われる、それも言われるから、はい、美穂なのでえってなる、でもゾンビ化しちゃうのその年に水分ないわ、うん、ないわ、言われる、いや、ありあり、生まれてこいよ、もういいな、ありがとうございます、本当、はい、ね、ありがとうございました、今日は楽しみです、本当にありがとうございます、気づけられました、はい、12人産んだ助産師さこの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう、はい、バイバイ、沖縄県久米島、太陽光の届かない深海612メートルのピュアな海洋深層水をベースに作られるマシュマロは体が喜ぶミネラルたっぷり、さらに南国沖縄の自然素材を加え家族の健やかな肌のために無添加仕様で安心安全、商品のご購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。